M192 軽量重火に取り付けられた M240E6 機関銃 M192 軽量重火はアメリカ軍によって使用される三脚である。ピカティニー・アーセナルと契約したカプコ社によって M122 三脚を代替するために設計された。2005年にはアメリカ陸軍の発明品ベスト10の一つとして評価された。この三脚は M249 M240 バイト、M240E6 のために設計されている。M192 は、およそ5キログラムで、M122 よりもおよそ3キログラム軽い。また、M122 とは異なり、後部の足は、独立して動かし、前線基地に保管することができる。この設計のため、後部の足を横断するようにつなぐ支柱はない。さらに、M192 は、 トラバーシングエレベーションという機構を搭載している。M122 がネジによって横断支柱を固定するのに対し、M192 は10の位置の固定を解除する位置体のレバーを用いる。レバーは、移転のかける力によって微調整から大幅調整まで行うことができるように設計されている。軽さとこの機構のために、 期間重視は M192 を M122 よりも早く設置することができるとされている。M192 は2005年に配備が始められた。ありがとうございます。